は羽織ひもの結び方について動画にしてみました。羽織のね、ひもってなかなか最近はこうクリップで留めたりですとか結ばないタイプのものも多く出ているんですけれども、アンティークのね羽織なんかだとまだ羽織ひもがねついていたり、羽織ひもでいろいろね遊ぶっていうこともできますので、基本的な結び方を2つ動画に撮ってみました。どうぞ。羽織紐ですが、こういったクリップになっているものの場合は帯と羽織一緒に挟んであげるとずり落ちてきません。こういうタイプもあります。そしてよくあるのがこういった引っ掛けるタイプですね。ただ引っ掛ければいいだけなので、レースの場合はまあ穴に引っ掛けてもいいですし、羽織紐をつけるところがあるものに関してはその部分にね掛けてあげるといいと思います。こういう形。また。着物と帯とかとね色合わせをするのも楽しいと思います。こちらもクリップタイプで、ここ穴に入れてパチッとするだけの簡単なタイプですね。羽織のおしゃれもぜひ楽しんでみてください。